皆さんこんにちは。今日は遺言で全財産を相続させた場合の債務の扱いが問題となった再犯平成21年3月24日を紹介したいと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。約4億3230万円の財産と約4億2480万円の借金を抱えた母は、長女にその全財産を相続させるという公正証書遺言を作成し亡くなりました。相続人は長女と長男の2人だったところ、長男は遺留分を侵害されたという理由で長女に対して不動産の一部の所有権移転登記を求めて提訴しました。裁判で長男は財産から借金の額を差し引いた750万円の4分の1にあたる約187万円に相続債務の2分の1に相当する2億1240万円を加算しなければならず、侵害額は2億1427万円になると主張し、長女は遺言で相続債務をすべて自分が負担することになるので、長男の主張するような相続債務の額の加算は許されず、遺留分の侵害額は187万円であると主張しました。原審は、長女は長男に対して約191万円を支払わなかったときは、不動産について4億3230万円分の187万円を乗じた金額の所有権移転登記をすべき旨を長女に命じました。これに納得がいかなかった長男は上告したところ、最高裁は次のような理由で上告を棄却しました。相続人のうち一人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により、相続分の全部が当該相続人に指定された場合、遺言の趣旨などから相続債務については当該相続人に全てを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、当該相続人に相続債務も全て相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり、これにより相続人間においては当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務を全て承継することになると解するのが相当である。もっとも上記遺言による相続債務についての相続分の指定は相続債務の債権者の関与なくされたものであるから、相続債権者に対してはその効力が及ばないものと解するのが相当であり、各相続人は相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められた時にはこれに応じなければならず、指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張することはできないが、相続債権者の方から相続債務についての相続分の指定の効力を承認し、各相続人に対し指定相続分に応じた相続債務の履行を請求することは妨げられないというべきである。そして遺留分の侵害額は確定された遺留分算定の基礎となる財産額に民法1028条所定の遺留分の割合を乗じるなどして算定された遺留分の額から遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し、同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定すべきものであり、その算定額は相続人間において遺留分権利者の手元に最終的に取り戻すべき遺産の数額を算出するものというべきである。したがって相続人のうちの一人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ、当該相続人が相続債務も全て承継したと解される場合、遺留分の侵害額の算定においては遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の
相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当である。遺留分権利者が相続債権者から相続債務について法定相続分に応じた履行を求められ、これに応じた場合も履行した相続債務の額を遺留分の額に加算することはできず、相続債務をすべて承継した相続人に対して求償しうるにとどまるものというべきである。これを本件について見ると、本件遺言の趣旨などから母の負っていた相続債務については長女にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情は伺われないから、本件遺言により長男と長女との間では上記相続債務は指定相続分に応じてすべて長女に承継され、長男はこれを承継していないというべきである。そうすると長男の遺留分の侵害額の算定において、遺留分の額に加算すべき相続債務の額は存在しないことになる。以上と同氏の原審の判断は正当として是認することができる。よって長男の上告を棄却すると判決を下しました。今回のケースで裁判所は相続人のうちの一人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には、遺言の趣旨などから相続債務については当該相続人に全て相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、相続人間においては当該相続人が相続債務も全て承継したと解され、遺留分の侵害額の算定にあたり遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないとしました。また東京高潔昭和37年4月13日では、被相続人の借金は相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然に分割承継され、遺産分割で分配されるものではないとされているので注意が必要でしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。